グインリージェント収まって全場ゲートの中スタートしました1番のシャイニーコンドルダッシュつきませんスタンド前に入ってきます広がっていますが3番ジオパーククラウン引っ掛けますが5番のプロミシングギャルもいってさらには DS ソフィア外は14番モズーマワシゲリその後ろ12番ベルミセルがいきますあとはは番フォティック外は 13番ザウバークライスですそしてブレイクボーイが行って4番マリノビューティーですうちには6番のサンジャックマンの体制となっていますオクタグラムは中段の後ろを追走して各場1コーナーをカーブしていきます 先手を取りました5番プロミシングギャル12コーナー中間ですリードが2馬身モズ回し蹴り2番手3番手3番ジオパーククラウンです2コーナーをカーブ4番手12番ベルミセルとなって縦長になってきましたあとは2番のフォティック2コーナーをカーブして向こう上面へ中段には11番の DS ソフィア外はザウバークライス内側6番のサン・ジャックマンですさらには上がっていく10番ブレイクボーイ3コーナーへ向かいます 外からグーンと今8番のオクタグラム進出開始あとはセルリアンロケット内に6番のサンジャックマン3コーナーへ向かいますそして外には9番のスカーレット・アリア追走800を通過マコトベリーキーそしてマリノ・ビューティー後ろから3番手ウィン・ディージェントがいて最高峰は1番シャイニー・コンドル各馬第3コーナーをカーブします残り 600m を通過5番プロミッシング・ギャル先頭ですリードがハンバシン14番モズ・マワシゲリ2番手外から動いていきましたセルリアン ロケッさらには10番ブレイクボーイ4コーナーへ向かいます残り 400m ル通過そして4枠に頭外を回ってオクラグラムマコトベリーキーなど第4コーナーカーブから直線へさあ先頭は5番のプロミシングギャル頑張っているが外からはブレイクボーイブレイクボーイ間をついて3番ジオパーククラウン追い込んでくる残り 100m になる先頭はどうか頑張っている5番プロミシングギャルそして懸命にブレイクボーイ間から3番ジオパーククラウンジオパーククラウンだゴールわずかにジオパーククラウン